俺はある問題を抱えていた。かなり厄介な問題だ。これまで36年生きてきたが、こんなことは生まれて初めてだ。なんであんなことをやっちまったんだと自分に問いたい。酒は飲んでも飲まれるなというが、俺はまんまと飲まれてしまったというわけだ。36にもなって情けない。北川、ちょっといいか。はい。昨日の商談のことだかな。あとは自分が担当するという話でしたが、何か変更でも。いや、そのことじゃない。その、なんだ、他にもいろいろ話したいことがあるんだ。もうすぐ昼だし、一緒に飯でもどうだ。え、お前何が食いたい。腹にたまるもんがいいですね。飯粒が食いたいんですけど。このクソ暑いのに飯粒か。もしかして課長、夏バテですか。何が夏バテだ。何事もなかったような顔しやがった。どうかされましたか。いや、何でもない。それよりどこかゆっくり話をできる場所に行こう。ゆっくりできる場所ですか。ああ、俺は正直参っていた。こいつは目を見ずに人の話を聞くような相手ではないのだが、何のためらいもなくまっすぐに見据えるこの視線を、今ほど厄介だと思ったことはない。すっきりとした切れ長の目に見下ろされると、心に後ろめたさを抱えている時などは責められているような気分になる。特にあんなことがあった後は。じゃあ公園でも行きますか。今の時間だとどこも混んでるでしょうし。ああ、そうだな。俺買ってきますから、先に行って待っててください。頼む。ちょっと飯を食いに出てくる。緊急の連絡が入ったら携帯に連絡してくれ。俺が抱える問題、それは今俺の飯を買いに行ってる北川とのことだ。あいつは入社した当時から俺の直属の部下で、若い連中の中では一番疲れる。頭は切れるが、それを鼻にかけたりするようなやつじゃないし、どんな人間の言葉にも耳を傾け、もしそれが間違っていると判断すれば、たとえ上司でも真正面から突っかかってくる。お世辞にも世渡りがうまいとは言えないが、賢い割に不器用だというアンバランスな魅力を備えた男でもある。それがあんなことになるなんて。今から遡ること約14時間前、その事件が起きた。今日はお疲れ様でした。ああ、しかしまさかお前のその仏頂面がこういう形で役に立つとはな。これでも愛想よくしたつもりなんですがね。お前、笑ったの2回だけだったぞ。呆れた。数えてたんですか。嘘だよ。だけど先方はお前のことが気に入ったらしいな。表面だけ調子のいいことを言う人間よりもお前みたいなのがいいって人間もいる。この日俺は取引先との商談を終えて、北川と共に繁華街の街を歩いていた。専属のデザイナーを抱える俺の会社は、店舗内装などの施工を専門に行っている。直接の担当は北川がすることになっていた。でもまだ若いのに独立なんてすごいですね。なんだか刺激されましたよ。そうだな。ああいうバイタリティのある人間と仕事をするのは楽しいだろ。ええ、どういう提案をしていくか今から楽しみです。お前らしいセリフだな。あ、課長、あれ、どうした。ずっと気になってたんですよ、このホテル。なんだ、ラブホテルじゃないか。内装がいいって評判らしいですよ。ラブホテルだからって侮れないって。タイムサービスやってないのに平日の昼間もそんなに空き部屋がないって藤瀬から聞きました。藤瀬とそういう話をするのか。あいつはデザイナーだし、俺も内装がいいって言われればね。
立地条件は変わらないのに、新しくできたところよりも客を集めてんですよ。課長は興味ないんですか？ある。男同士で入れますかね。入るのか？興味あるって言ったじゃないですか。言ったな。課長のおごりということで。部屋番号を押してください。北川、本気か？もちろんです。部屋も取りましたし、ほら行きましょう。この時、俺は自分が酔っていることを自覚しておくべきだった。そして、北川がいつもより少し砕けた口調になっていることにも。どちらかというと、不愛想に分類される部下も随分と酔っていたのだ。いらっしゃいませ。当ホテルは前金制となっております。ラブホテルとは思えない作りですね。施工どこが入ったんですかね。お前、いつもデジカメなんて持ち歩いてるのか？いや、今日はたまたまですよ。あ、課長ずるいな。お前、こういうところはよく来るのか？え？俺をホテルに連れ込んだのはお前だろ。まあ、そうですけど。会社の女の子を連れ込むときは注意しろよ。やめてくださいよ。はあ、へえ、こういう処理もちゃんとしてるんだ。あ、ここも取っておいた方がいいな。よし。課長は来ないんですか、こういうところ。最後に使ったのはいつだっけな。課長、いくつでしたっけ？36だ。お前は？27ですが。27か。何へこんでるんですか？何です？いや、そういう顔を他でも見せればなと思ってな。お前ももっと人付き合いがうまくなるんだが。この時、俺はこいつの笑う顔を見て妙な気分に襲われていた。仕事をしている時には見ない年相応の一面に、なぜか胸が高鳴ったのだ。今思えば、これが危険な兆候だったのかもしれない。ちょ、課長、何やってんですか？課長。あ、ほら、またよ。課長は課長でしょ。お前の声で言われるとそそるんだよ。いつもそう呼んでますが。お前、そういう声してたっけな。あ、ちょ。昨日のことだが。分かってますよ。なかったことにしたいんでしょ。俺もです。俺だって成り行きだったんですし。課長もでしょ。いや、まあ、お前があんまりいつもと違うからな。いたずら心を刺激されたというか。まさか課長があんなたらしだと思いませんでしたよ。酒の勢いだ。でも一つだけ問題があるんです。問題？実は。なんだ。俺、脅迫されてます。見られてたんですよ、昨日ホテルに入るところ。誰にだ？藤瀬です。藤瀬智明、会社のデザイン室にいる若手のデザイナーだ。例のホテルの存在を北側に教えた張本人であり、俺も何度か仕事の相談を受けたことがある。一難去って何とやらだ。なかったことにしようという俺と北川の意見は一致したが、そうさせたくない輩がいるらしい。人生は甘くない。あいつデザイナーだから、いつもデジカメを持ってるんですよ。ちょっとしたものがきっかけになることが多いんだそうです。証拠写真撮られました。
仕事の参考に部屋に入ったって言おうと思ったんですけど、つい動揺して認めてしまいました。しかもいかにも怪しげに取れてます。お前ら同期だろ、仕事もよく組むじゃないか。ええ、そうなんですが、実は姉貴がね、結婚するんですよ。藤瀬もそのこと知ってて、姉貴の婚約者に写真を見られたくなかったらって。確かに立派な脅迫だな。で、要求は何だって？いや、まだ具体的なことは何も。今日会うことになってます。なるほどね。デザイナーの藤瀬が珍しく営業一課の方へ顔を出したのはそういうわけだったのか。しかし厄介なことになったな。さて、どうするか。北川。何です？垂らし込む。え？垂らし込むんだよ、藤瀬を。俺の見た限りでは、あいつはそういう性癖があるぞ。藤瀬にまで抱かれろって言うんですか？アホか。抱くのはお前だ。あいつにはそういう気がある。課長、割と最低ですね。否定はせんぞ。してくださいよ。お前も男なら腹をくくれ。お姉さんの結婚、ぶち壊したくないんだろ。とにかく話をしてきますよ。うん。仕事に戻ります。困ったことになった。尊敬していた課長とあんなことになった挙句、同僚に脅迫されるなんて。しかも今俺は証拠写真のデータをこの世から抹消してもらうために藤瀬と一緒にフランス料理なんて食べている。正直こういうのは苦手だ。それで目的は何なんだ？金か？わからない。わからないね。わからないんだよ、俺も。じゃあデジカメのデータを消してくれ。プリントアウトしたのも処分してほしい。何がやりたいかわからないのに脅迫か？お前にそんなことは似合わない。違うんだ。お前、課長とはずっと弁解はしないよ。でも姉貴には関係のないことだ。変な気を起こさないでくれ。データは消せない。これが人を脅迫している人間の態度か。まるで俺の方が藤瀬を脅迫している気分だ。たらし込めよ。分かってますよ。たらし込めばいいんでしょ。たらし込めば。こうなったら手だって握ってやる。なあ藤瀬、俺に何をしてほしいんだ？俺を困らせないでくれ。北川。データ返してくれるだろ？ダメだよ。こいつ本当にそういう毛があるんだな。俺が手を握ったくらいで赤くなって、後でキスの一つくらいしてやるか。分かったよ。もうこの話はよそう。せっかくだから食べようか。ほら、いつまでもそんな顔をするなよ。ごめん、こんな俺、本当にごめん。謝るなよ。お前とこうして食事をするのも悪くない。本当？ああ、今度は写真のこと抜きに食事をしよう。男同士ってのは気が楽だ。北川。じゃ、乾杯しようか。嬉しいよ、北川とこんな風に食事できるなんて。すごく嬉しい。じゃ、乾杯。
課長、割と最低ですね。最低なのは俺の方だな。どうだ、俺の言った通りだったろ。課長、もしかしてずっとつけてたんですか？ああ、お前らがタクシーに乗り込むもんだから、俺も急いでタクシーを拾ってついてきた。レストランからずっといたぞ。呆れた。どこに座っていたんですか？ボケっとしてないでドアを開けろ。作戦会議をするぞ。部屋に上がるんですか？この前のようなことはせんよ。はあ、どうぞ。ワンルームで狭いですけど。案外綺麗にしてるじゃないか。いや、あまり見ないでください。面白いもんなんてありませんから。作戦会議するんじゃなかったんですか？そうだった。これからどうすればいいんですかね。あいつが夢中になるように押しまくるんだよ。夢中になるようにですか？なんだ。極悪人ですね、課長は。俺は両親がずっとうずいてますよ。いいか、綺麗事じゃないんだ。お前脅迫されてるんだぞ。そういう相手にはそれなりの態度で挑まなきゃいけないんだ。大事なお姉さんの婚約をぶち壊しにされたいのか？分かってますよ。心配するな、俺も共犯だ。お前一人を悪者にしようとは思わん。一人で罪を背負うつもりはありませんよ。もちろん課長も同罪です。ところでお前、藤瀬を抱けるのか？え、そういうことになったら抱けるのかと聞いてるんだ。男と男がどうやる、まあ当然知ってるよな。バカ。そんな顔するな。すみません。俺とのことを思い出したのか？なんです、いきなり。俺も思い出しちまった。来たな。どうした北川、浮かない顔して。え、ああ、ちょっとな。二日酔い？お前がそんな顔してるなんて珍しいな。まあちょっと。あんまり無理するなよ。あ、ありがとう。はあ、何なんだよ、ったく。なんであそこで流されるんだ。俺は一体どうしたんだ。課長があんな風に迫ってくるなんて反則だ。仕事人間だと思ってたのに。それに男は初めてだって言ってたくせに、なんであんなに抱き慣れてるんだ。そもそも俺なんかのどこに反応してその気になるんだ。来たな。ダメだ、こんなこと考えてる場合じゃない。藤瀬を何とかしないと。はい。ああ、藤瀬か？あ、北川、どうしたんだ？いや、食事でもどうかと思って。いい店を知ってるんだ。イタリア懐石の店なんだけど結構うまいんだ。藤瀬？どうしてそんなに誘ってくれるの？俺に弱みを握られてるから優しくしてくれるの？ごめん、そういうつもりはなかったんだけど。気悪くしたか？いや、そんなことは。ごめん、本当に悪かったよ。店はキャンセルするから。待ってくれ。何？予約していたのか。まあな。じゃあ行くよ。
せっかくだから。付き合ってくれるのか？お前の誘いは断れないよ。何時？ああ、その8時だよ。仕事が終わったらそっちに行くから待っててくれるか？わかった。楽しみにしてる。あ。悪いな、呼び出して。いえ、話って何です？藤瀬のことだよ。あれからどうなった？時々食事はしてます。少しずつ心は開いてくれてるみたいですけど。そうか。それでどこまで行ったんだ、お前らは。そういう言い方しないでください。どういう言い方があるんだ。たく、言葉にこだわるなんて相変わらずうぶですね。ちゃんとやってますよ。ちゃんとか。では失礼します。何ですか？来たが。ちょ、やめてください。誰も来んよ。そういう問題じゃ。あまり慎重すぎるのもなんだな。多少強引な方が効果がある相手もいる。どういう意味ですか？お前はそっちの方がいいらしい。あ、ちょ、誰か来ます。いらっしゃいませ。ああ、国部さん、こんばんは。いや、立花君、久しぶりだな。深見はいるか？はい、今お呼びいたします。ここに来るのは久しぶりだ。 J&B 大学時代の友人深見がやってるショットバーだ。もう一人龍崎というのがいるが、奴もここでよく飲んでるらしい。なんだ、お前か。久しぶりだな。今日はどうした？今日は龍崎と待ち合わせしてるんだ。そうらしいな。よう、国部。ああ、悪いな、いきなり呼び出して。3人揃うの久しぶりだな。立花君、バーボンも頼む。俺はロックで。俺も同じの。かしこまりました。オーナーも何かお飲みになりますか？俺はいいよ、仕事中だ。国部、大事な話ならボックス席に移るか？いや、ここでいい。どうぞ。で、頼みってなんだ？頼みというか、仕事の依頼なんだ。そこを調査なんだ。へえ、お前がそこを調査か。俺の会社のやつなんだが、こいつのそこをちょっと調べてほしいんだ。なんだこの写真は？慰安旅行に行った時のと、そっちは履歴書の写真だよ。藤瀬って言ってな、俺の会社のやつだ。なんか悪そうな男だな。やっぱりな。こいつがそう言うならほぼ間違いないだろうな。今はオンボロ事務所の探偵だが、元四課のデカだ。藤瀬には裏の顔がある。とりあえず2週間、何でもいいからこいつのことを調べてほしい。交友関係とか何でもだ。こいつがどういう私生活を送っているか知りたいんだ。報酬は？ああ、たっぷりと踏んだくってやるよ。しかし、男の底を調査ってどういうことだ？別に。お前、確かコロンはつけなかったよな。映りがするぞ。余計なお世話だ。たく、
つは鼻が利きすぎて困る。移り方悟るなんて大したもんだ。サラリーマンはいいよな。俺もカビ臭い資料室で OL と愛欲に溺れてみたいよ。くだらないことを言うな。もしかして会議室か。うるさい。図星だぞ。深見、会議室でやったんだと。男の憧れだな。た、これがなけりゃいいんだな。俺らの目はごまかせないぜ。頼むからもうよせって。だってな、オーラが違うよな。違うな。なんていうかラブラブだよな。ああ、ラブラブだ。だろう。ラブラブなオーラが出てるよな。ラブラブだよな。何がラブラブだ。あ、すいません、聞こえてしまったものですから。構わんぞ、大いに笑ってやれ。こいつがラブラブなんてめったにないことだからな。おい、よせって。おい、どこに行く。便所だよ。逃げる気か。うるさい。あいつら。そんなにやけた面してるのか。しかし会議室であいつを抱くなんて俺もどうかしてる。なんであいつを抱いちまうんだろうな。課長、もしかしてあいつに惚れたのか。課長。おいおい、冗談はよせ。課長。そんなわけあるか。1時過ぎか。留守電？誰だろう。8月23日猟犬一件です。北川、俺だ。あ、課長。まだ帰ってないのか。このところ残業続きだし、富士山のこともあるんでお前のことが心配になったな。いないならいいんだ。この前は、そう。いや、また会社で話そう。じゃな。一体どうしたんだ、俺は。北川、俺だ。まだ帰ってないのか。そんな声で。このところ残業ないでください。富士山のこともあるんで。思い出すじゃないですか。いないならいいんだ。この前は、そう。いや、また会社で話そう。じゃな。北川。課長。ああ、国部さん。いや、開店前に邪魔して悪いな。いえ、もう準備は終わってますから。龍崎さんがカウンターでお待ちかねですよ。よう、国部。待ってたぞ。ようやく来たか。ああ、遅くなって悪いな。国部さんにも何かお作りしましょうか。開店前でもちゃんと金は取れよ、立花。国部、店の売り上げに協力しろ。わかってるよ。俺もバーボン頼む。はい、かしこまりました。龍崎さんもお作りしましょうか。じゃ、俺ももう一杯。早速だが、一階のサラリーマンが首を突っ込むようなことじゃなさそうだぞ。
どういうことだ。そこを調査っていうから2週間あれば十分だって思っていたが、あの藤瀬って坊や、一筋縄ではいかねえぞ。中の写真を見てみろ。一緒に写ってる男、一体誰だと思う。誰だ。山岸という男で、表向きはレンタルビデオの店長をやっている。表向きはな、結構アコギなことをやってるって噂だ。出会い系サイトで知り合った女子高生と縁交して、それを脅してビデオを撮らせてるとか、一服持って恥ずかしいことをやらせるとか、あと強姦ビデオとかな。本格的なやつじゃなく隠し撮りっぽいのが売りらしいな。従業員が一人手を貸してる。頼まれてもないことまで嗅ぎ回るのは悪いかと思ったんだがな、うちの若いのがな、調べ上げちまったんだ。なんだ、お前が調査したんじゃないのか。生きのいいのが入ったんだ。俺の弟だ。それでその山岸って男な、最近ゲイ専門のビデオにも手を広げてるらしい。ゲイ専門。ああ、しかも睡眠薬を飲ませて撮ったりもしてるらしいぞ。どうした。おかけになった電話は圏外、もしくは電源が入っていないか。嫌な予感がする。どうしたんだ、何かあったのか。わからん。ただ俺の部下が捕まらないんだ。この藤瀬に脅迫されてる奴がだ。おかけになった電話は。なんでまた脅迫なんて。もしくは。おい龍崎、この山岸って男の動きがつかめるか。嫌な予感がするんだよ。今すぐにだ。今どこで何をしているのかすぐ調べてほしい。あ、やってみよう。あ、健次郎か。俺だ、お前にやらせてる調査なんだがな。そうだ、あのビデオ屋だよ。今からそいつの事務所に行けるか。すぐにそいつを捕まえて俺に連絡をよこせ。まあそうだ、俺が合流するまで尾行してろ。とりあえずうちのやつの事務所に向かわせた。正社員は2人だけだというし、撮影は全員でやってるらしいからな。誰か1人捕まえれば全体の動きも把握できる。俺も行く。お前はここにいろ。ゾロゾロ行っても同じだ。俺が連絡するまでここで待ってろ。頼む龍崎。なあ、任せとけ。たくなあの野郎、俺の弟をうちのってこき使ってくれる。北部、俺のせいだ。大馬鹿野郎だよ俺は。あいつに何かあったら俺のせいだ。詳しい事情は分からんが、龍崎が言ったんだ、なんとかなるよ。あいつならなんとかしてくれるから。そんなに分かってるよそんなこと。すまん、やつあたりだ。気にするな。俺は一体何をやってたんだ。浮かれて色ぼけした結果がこれか。情けない。どうして俺は気づかなかったんだ。最初から分かってたことじゃないか。そうだよ、俺はあいつに惚れてた。それなのにどうして体だけの関係を続けてたんだ。この時代になってようやく気づくなんて。頼む北川、無事でいてくれ。俺だ。遅くなって悪かったな。どうだ、何か分かった。ああ、山岸はまだ捕まらないが、従業員の方を見つけた。俺は今そいつに張り付いているんだがな、何か始まるらしいぞ。そいつはどこに向かってる。お前が結婚式を挙げたホテルの裏に気取った小さなホテルができただろう。あそこだよ。分かった、すぐ行く。
おい国部、ちょっと待て。なんだ。こいつを使え。車の木、こいつのだがな、使っていいそうだ。裏の駐車場に止めてある黒い車です。ご機嫌を損ねると扱いづらいんですけどね。ちゃんと乗りこなせばよく走りますよ。最近あまり構ってやってないので、思う存分暴れさせてやってください。自分もその方が助かります。オンに切る。北川、食事美味しかったよ。北川とこうしていられるなんて夢みたいだ。そうか。ワインも美味しかったね。そうだな。でもきっと北川と一緒だからだよね。今夜は本当に俺のために一緒にいてくれるの？ああ、とうとうここまで来たか。ごめんな、勝手に部屋なんか取って。いや、いいよ。俺は本当にこいつを抱けるのか。ねえ、本当は嫌なんだろ、俺とこういうことになるのはさ。いや、そんなことは。デジカメは持ってきた。お前の前でちゃんとデータを消すよ。藤瀬、一度でいいって思ってた。本当に一度だけでいいって。お前のことずっと好きだったんだ。俺のことを汚いって思うならそれでもいいんだ。そんな、藤瀬が汚いなんて思ってないよ。本当？ああ、汚いのは俺の方だ。どうしたの、北川？いや、そんなに緊張しないでよ。何も今すぐ抱いてって言ってるわけじゃない。俺だって心の準備がいるんだよ。それにほら、そうなるにはさ、雰囲気とかも大事だろ。そうだな。ね、ワインでも飲もうか。部屋を取ったとき、用意しておくように頼んでおいたんだ。な、音楽でもかけてくれないかい？有線ついてるだろ。なんかさ、落ち着くやつないかな。ああ、はい、ありがとう。乾杯。ねえ北川、一つ聞いてもいいかい？何？課長とはあれ一回きりなのか、それともずるずると関係してる？なんでそういうことを聞くんだよ。好きな人のことは知りたいんだよ。一回きりだ。本当？ああ、何が一回きりだ。俺もよく言う。本当に本当なの？本当だ。頼む、もうこれ以上問い詰めないでくれ。一回きりなんて嘘だな。え？お前は嘘をついてるよ。ずるずる続けてんだろ。藤瀬、そんな済ました顔してるけど、課長の前ではまた広げて腰振ってるんだろ。入れてくださいって頼んだのかよ。お前、何言って。なんだ、めまいが。なあ、北川。お前が課長を誘ったんだろ。藤瀬。軽々しく、俺の名前を呼ぶな。手柄はしい。何？まさか。睡眠薬か。でもどうして。バカだなお前、すっかり騙されてさ。俺が好きなのは課長さ。俺はずっと好きだった。ずっとあの人と仕事をしたいって思ってた。そして抱かれたいって思った。それはお前が課長を誘ったんだ。最低な男だよお前は。藤瀬が課長を。今からさ、
お前がどんなに淫乱か調べてやるよ。ねえ、素人が出る裏ビデオって知ってる？本番を売りにしてるやつだよ。モザイクもなし、男版もね、あった。お前が男たちに犯されるビデオ撮ってあげる。きっと高く売れるぜ。フジさん、お前観念しなよ。次に目を覚ました時は、飢えた男たちがお前を取り囲んでる。お前は順番に侵されるよ。くそ、眠っちゃダメだ、眠っちゃ。これでも本当に見られない。お前が泣き叫ぶ姿が早く見たいな。課長に愛された体なんてめちゃくちゃにしてやる。ああ、俺です。うまくいきましたよ。さっさと撮影を始めましょうよ。男優はすごいの用意してくれたんでしょうね。えそれは楽しみだな。あ、10分ばかり遅れるですって。ああ、構いませんけど、なるべく早くしてくださいね。じゃさんですよね。あ、そうだが、君は？深見です。龍崎から言われてきました。深見の弟か。それでどうなってる？二人でホテルのレストランで食事をした後、部屋に行きました。部屋は藤瀬という男があらかじめ取ってたようです。1503号室、非常階段に近い部屋です。山岸たちはまだ来てません。龍崎が足止めしてますけど、そう長くは持たないでしょう。足止め？ちょっと車をぶつけると擦る程度とは言ってましたが。あ、はいはい、無茶しやね。修理代はこっちに回してくれとあいつに伝えておいてくれ。はい、伝えます。あ、それからすまないが、山岸は外部と連絡が取れないよう、しばらく携帯を塞いでほしい。できるか？わかりました。客を装ってコンタクトを取ってみます。15分くらいならなんとかできます。ありがとう。いらっしゃいませ。1503号室に友人が部屋を借りている。悪いが、トラブルが生じたんで、すぐに降りてきてくれと伝えてくれないか。山岸からだと言ってもらえればわかる。あの、お客様。なんだよトラブルって。携帯も繋がらないし。課長。待て。痛い。離してください。随分と手の込んだ真似をしてくれたな。来たな。課長、離してください。痛い。なんだこれは。睡眠薬でも飲ませたか。
ご丁寧に手錠までして強姦ビデオでも撮らせるつもりだったのか。山岸に弁護しろ。撮影は中止だってな。お前が悪い奴らと手を組んで何をしようとしてたかくらい調べはついてる。そんなこと言っていいんですか。あの写真のデータは自宅のパソコンにも持ってるんですよ。俺だってお前の秘密のネタをたっぷりと持ってる。下手すりゃお前は山岸と共に豚箱行きだ。好きにすればいいでしょう。度胸がある。こいつは連れて帰る。お前も早く部屋を出た方がいいぞ。主演が不在となりゃあいつらお前を取ると言い出すかもしれんからな。課長が相手なら俺はそれでもいいです。冗談言ってる場合か。ほらこれの鍵をよこせ。何のですか。手錠のだよ。こんなもんどこで手に入れるんだ。鍵はありませんよ。なくしました。ああ分かったよ。とにかくこいつは俺が連れて帰る。課長、行かないでください。フジス、何の真似だ。行ったらこれで首をかき切って死にますよ。気でも狂ったか。俺がなぜこんなことをしてるのかわからないんですか。冗談はよせ。本当に怪我をするぞ。ほら、そのオープナーを渡すんだ。嫌です。くそ、油断したな。なぜそこまでする。課長、どうして俺の気持ちを分かってくれないんです。何をだ。俺はあなたが好きなんですよ。俺はあなたが言ったらすぐにデータを消しました。俺に言い寄ったのがこいつでなくあなただった。騙されてると分かってても、あなたが抱いてくれるならデータなんてすぐに消したんです。ずっと課長が好きだったのに。フジス、落ち着くんだ。どうしてあなたが俺を騙してはくれなかったんですか。まさかお前が俺に惚れてるなんて思ってなかったんだよ。どうして俺ではダメなんですか。それが分かれば俺も苦労しないんだがな。ちゃんと答えてください。じゃあ俺も聞く。お前はなんで俺なんだ。なんで俺なんだ。来ないでください。そいつは渡せ。嫌です。いいか、おじさん、バカな考えをすんだ。俺みたいな男のためにそんなことをするんじゃない。ほらこっちに来い。いい子だからな。藤瀬、そこまでだ坊や。誰だよあんた。誰って探偵だよ。ま、国分の友達って言った方がいいかな。遅かったな龍崎。何が遅かったのだ。なかなか部屋から出てこないから気を利かせたんだろ。中を覗いてみれば案の定だ。たく心臓に悪い。助かった。お前の動物的感に感謝するよ。ば、伊達に長い付き合いじゃないしな。ほら立て。この危ないもんは俺が預かる。離せよ。自分で立てる。どうやって部屋に入ってきたんだって顔だな。だってオートロックになってるはずだ。外から開くはずがない。まあちょっとしたことだよ。ほら国分、クレジットカード。ああ。クレジットカード。こういうカードをドアの鍵のところに挟んで閉めるんだよ。そしたらロックはかからないままドアが閉まる。外からはノブを引いただけで開くって寸法だ。そんな、いつの間に。まあ国分を侮らない方がいいってことだ。北川は俺が裏口から連れて帰る。お前も早く帰れ。もうすぐ山岸がここに来るぞ。待ってください課長。藤瀬、俺はお前のデザイナーとしての才能は買っていたんだがな、こんなこと
写真はお前の好きにすればいい。じゃあな。急に起きるな。まだめまいがするだろう。俺どうしたんでしたっけ。一服盛られたんだよ。ああ、そういえば。これ、外すの大変だったぞ。結局、どうなったんです。データはまだあいつが持ってる。パソコンの方にも保存してるようだ。だが、呪文をかけてきた。呪文？俺は、お前のデザイナーとしての才能は買っていたんだがな。あいつが本当に腐りきってないなら、必ず聞く。あいつを、抱いたんじゃないんですか？何言ってんだ、お前は。だって、藤瀬は本当は課長が好きだって。だってじゃない。俺はあいつを抱いてないし、データも残ったままだ。だがそのことはもう心配するな。俺を信用しろ。じゃあ終わったんですね。俺は終わらせたくはないんだがな。え？お前との関係をこのまま終わらせたくない。本気で惚れちまったんだよ。何を言ってるんです。男の体に味を占めただけなら藤瀬でもいいだろう。俺はお前がいいと言ってるんだ。そんな難しいことを言わないでくださいよ。課長宛ての郵便物お持ちしました。あ、ありがとう。誰からだ。データはすべて消しました。プリントアウトしたものもこれで全部です。やっぱり返してくれたか。北川、話がある。ちょっといいか。はい。話って何でしょう。呪文は聞いたぞ。え？例のやつだよ。データはもうないそうだ。ほら。そうですか。呪文ってどんなことを言ったんです。ん？内緒だよ。知りたいなら今夜付き合い。仕事中にそういう話は。何を勘違いしてる。部下を飲みに誘うのがそんなに悪いか。仕事に戻ります。嘘だよ。そういう意味で誘った。からかわないでください。課長、俺は先にオフィスに戻る。お前、その色っぽい顔を何とかしてから戻るよ。国分薫、一条和也、北川真一、高橋博、藤瀬智明、鈴木千尋、龍崎秀彦、堀内健裕、深見健次郎、緑川光、深見兄、小杉十郎太、立花君、河野豊、同僚、東正隆、フロントマン、阿部慎二郎、女子社員、相橋愛子、女子社員、大岸優。
ごめんよ。何なんかすごいリラックスしちゃった。もう終わったからさ。終わったら確かですけどね。もうすごいお水飲んでましたけども。はい、そんなわけでございまして、共犯、はいはい、中原和也原作共犯、共犯、収録は終了しました。お疲れ様でした。お疲れ様でした。ありがとうございました。ありがとうございました。改めまして、北川真一役高橋です。国分香織役の一条和也です。はい、です。ということで、今回は共犯ということで、なんか二人してね、なんかこう後ろめたいことを、そうなのよ、してるわけですよ。酒の勢いでやっちゃうか。まあそう、まあね、酒の勢いの前にまあいろいろあったわけですよね、二人の間にはね。酒の勢いでいろいろやったことあった。例えば、あれとか、あれとか、うわ、わかんない。まあいろいろやってらっしゃる的な感じですね。はい、酒は飲んでも飲まれるなら、そう、ありがとうございますからな。飲んだら乗るな。乗るなら飲むなみたいな。そう、最近はあの取り締まりの方も厳しくなってまいりましてですね。本当だよ。飲み会があるとき絶対車では最寄り駅まで移動しないように。当然です、当然ですね、はい、わずか1キロ2キロでもダメ、はい、ダメです、ね、もうどこにいいね、どこで検問してるか分かりませんから、ね、だいたいあの角曲がったところにキュッと現れる。分からないところで検問してやがるのよ。何の話してんだろうね。よくわかんないですけど、共犯の話、まずこんなわけでございまして、はい、作品いかがでしたでしょうか。はい、はい、なんか楽しい感じでやらせていただきましたね。そうですね、はい、まあこれこの収録すごいぜ、はい、すごいぜ。何が発売日が10月の27日、10月27日発売のところ、はい、発売です。もう10月入っちゃってんだよ、収録がね、うん、大丈夫なみたいな。すごいんですよ、ここの会社は。ここの会社は早いんですよ、仕事が早い、めちゃめちゃ早いの。そうですよね、うん、本日の収録自体もかなりテンポよく、僕は遅れるのかなと思った、遅れやがらねえの。すごいんですよ、ここもうバッチリでございます。バッチリだね、はい、もうこの後収録する人も今スタジオに入ってますからね。そうなんです、別作品でなんつって、だから司会やってくれって断られました。断られましたね。やっぱ事務所 NG だって。それはそうです、ギャラ出ませんから、出ないから、ね、みたいな、ね、うん、そんなわけでございます。でですね、今回皆さんお聞きいただきましたこちらの作品共犯なんですけども、はい、なんとですね、単行本で2が出ている。そうなんです、もうすでに出ているのでございますね、当然原作中原和也先生でございまして、はい、二見書房から共犯2、はい、真夜中の純情なんていう感じでございまして、続編出ております。いいですね、ジョージとかそういうとこ行かなくて、あえてこう純情なんですよ。そうだね、国分と北川の間は純情の方がいいな、ね、ハードよりかそう純情系の方がいいな。わかります、うん、とてもよくわかります。はい、やっぱこうなんていうんですかね、 BL の真髄とでも言いましょうかね、うん、男同士ですけれども、うん、そのエロがどうとかいうよりは、そうそう、この心のね、うん、つながりの機微じゃないですか。そうそう、これがやっぱりこのさすが中原先生よく出てるのではないか。愛だよ、愛、愛です、ね、はい、同じ和也だもん。そんな締め、そんな締め。はい、ひろきは誰かいますこの中に、わかりません。いずれ出るんじゃないの。いずれ出てくるんだ、はい、じゃあその役を先ほど MC 断られた方に、はい、そうですね、はい、というわけでございまして、はい、CD ドラマ共犯でございました。皆様ご清聴ありがとうございました。ありがとう。